第39位、海賊王子ですね。これは結構地味なアニメで、知ってる人はまああんまいないと思うんですよ。マニアさんは名前だけは知ってたりするでしょうけど、まあ、当時見たって人はあんまり多くないと思うのね。多分ね、人気そんなにないと思うんですよ。これは確かね、あの朝日ソノラマのね、村山実さんっていう人がいてね、その方のインタビュー記事で、それまでアニメ何でもね出せばね、何十万枚か売れてたのが、あの海賊王子になってもなってきて、もうほらアニメもさ、日本に誕生して、もうこの頃には結構いろんなアニメがね、本数多く次から次と作られてた頃ですからね、もう毎日何かしらアニメ放送してるっていうぐらいの頃合いなんですよね。それもあって子どもたちもだんだんとこう見ないアニメも増えてきた頃合い で、その海賊王子のそのシートもね、なんか急に売れなくなったみたいで、売れなかったみたいで、海賊王子のそのシートは。で村山さんがね、売れない漫画もあるんだなっていうふうに思その時初めて思ったみたいなことをね、なんかあの水内さんがやってたインタビューの記事で、確かその海賊王子のことを言ってた気がするんですけど、あ、そんなぐらいでね、まあそのラマの人がね、そのシートのそのラマの人がね、驚くくらい売れなかったわけだから、版がね、音版が。ということは、まああんま見てた人もいないんだろうな、見てた子供もあんまりいないんだろうなと思うわけですよ。私多分これ再放送で見たんじゃないかなっていう気がする。あの頃ね、夕方かなんかの再放送で一通りで、ね、やってくれたんですよね、東映動画のアニメを。だから私ね、初期の東映動画のアニメはね、多分ほぼ全部見てんですよ、その再放送も含めればね。で海賊王子も見てるんですよね。これはね、どんな話かってのはもう忘れちゃってるあの全然覚えてないんだけど、まあなぜか海賊が主人公の話なのね。で確かこれあれかな、石森章太郎さんが原作だったっけね。えなんかよ、多分石森さんがやってた記憶なんだけど。でね、これ海賊がなぜか主人公でね、名前も忘れちゃってんな、名前も完全に忘れちゃってんな、キッドって言ったっけな、キッドって言った気がするんだけど、で相手がね、トラフグっていうやっぱり海賊なのね。だまあ主人公のキッドって言ったような、ちょっと待って、一応主人公の名前ぐらい調べておくか。あ、やっぱりキッドでいいんだ、よく覚えてんな、大したもんだな。そう、確かキッドって言ったのよ。でね、キッドのいる海賊グループがあって、それね、何人ぐらいだろう、確か 4,5 人のグループでね、で彼らの海賊船ともう一つ海賊船があって、こちらは悪役のね乗ってる海賊船で、その悪役の親玉がね、トラフグっつうのよ。キッドとトラフグの、まあ言ってみれば、毎回その丁々発止っていうかさ、いろんなことを取り巻くキッドとトラフグの取り合いみたいな感じだと思ったな、確かな。だから毎回トラフグがなんかキッドの邪魔をするとかいう感じだと思いましたよ、確かね。でキッドの方には多分ガールフレンドなのかな、女の子がいて、海賊なのにね、女の子がいて、それからなんだ、デコボココンビみたいな男の船員が2人いてさ、背がひょろっとしたのと、それからちょっとずんぐりしたのといて、そんなもんかな。あとなんか長老みたいのもいた気がするんだけどな。とにかくまあ 4,5 人のグループで、でトラフグっていうのはまあちょっとでっぷりしてるね、ビアダルみたいなあの感じの体型で、で海賊の帽子かぶっててさ、悪役の海賊の典型的な格好してんだよね。全体的に服も黒ずくめって感じで、で眼帯してさ、で手がさフックになってんのよ。キャプテンフックってなんかいたよね。あの左手がさ鍵になってるって、あれなんなの、海賊の
確かトラフグも左手が鍵になっちゃったと思うのよ。鍵っていうのはあのなんだフック型のね、こうすりがさ指曲げるじゃないですか。あんな感じのさ金属になってるわけ、手の先が、左手がなくてね。で左手がないのはまあ海賊だからいろんなね揉め事経験してんだろうから左手ないのはまあわかるとしてさ、そこに義手じゃなくてさ、なんでわざわざ不便なフックをつけてんのかっていうね。それ大きくなってからさ、つい最近気がついてね、なんでそういえばあのトラヒゲはあんなフックを、トラヒゲというか海賊はさ、昔ながらのそのステレオタイプな海賊っていうのはなんであの手の先にフックつけてんのかなっていうね、よくよく考えたらわかんねえなと思ってねまあ義手じゃなくてもなんか道具みたいのつけたいんだったらばさ、それこそサーベルとかつければね、まだ実用的な気がするんだけど、あんなフックなんかつけてて不便極まりないんじゃないかなと思っててさ、なんだろうねあのフックっていうのはね。だから海賊王子の場合はトラヒゲと海賊王子がよく戦うんだよね。でまあその戦う時に、戦ってその船の上で戦う時に、ま、海賊王子なんかよくマストなんかをね伝ってね、こうぶら下がったりなんかしたりするわけよ、格闘の時に。でトラヒゲもなんかそのフックでなんか引っ掛けてやってたんかな、なんかそんなような気もしないでもないね。まあそれだとすると多少は役に立つのか、でもそれだとね取れちゃわないかなって、スポンと抜けちゃわないのかなとか思うけどね。まああれ謎だよね、海賊の先のフックっていうのはね、海賊の手の代わりになってるフックは何なんだあれはって、なんであんなのついてんだっていうね。でオープニングでさ、チャン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 ってこうキッドとトラフグが最後の部分で決闘すんだよね、カン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 って、あの場面とかよく覚えてて、でもやっぱりオープニングとエンディングって毎回見るから、再放送だと毎日見るから、やっぱそこの部分のね記憶ってすごい強烈なんですよ。でエンディング主題歌が特に強烈でね、オープニングではあんなに動いてたのに、エンディングはさ海賊王子の場合は止めなんですよね。止めでなんだっけ、昨日はなんだっけ、昨日は西で今日は北とか、そんなような歌だよねあのでちょっとのんびりしててね、海賊の話なのにさすごいのんびりしてて、そこがねなんか子供心にさほんわかしながら見てたんですよ。なんかいい感じだなと思いながらそのエンディング見てて、でエンディングは基本的に止めなんだけど、そういう時に一部分だけちょっとね少しだけ動くんだよね。しばらく止めでやってて、でオチの部分っていうかな、そういうところだけ数秒動くんだよね。なんかそのね演出っていうかね、その動き方動かし方が普通のテレビアニメではないじゃないですか、そういうのって。だからそこがちょっと変わっててね、ものすごく印象残ってるんですよ、記憶の中でね。あとね、そうそう、だからあのそれをエンディングの一番最後でね、なんたって海賊家業はやめられませんやっていうのね、トラフグが口動かしてるのよ。トラフグがそういう口を動かしてるとこで、なんたって海賊家業はやめられませんやって言って飛び降りるのでね、トラフグが。でそれさ子供の頃見ててさ、声違うよなって思っててね、あの分かるんだよ、歌手の人が言ってるってのは分かるわけ、友竹雅紀さんなんだけどね、まあ、歌手の人が言ってるってのは分かるんだけど、そこなんでトラフグの声にしないのかなってすごい不満だったのよ。えっていやいや、トラフグが喋って口動かしてるからトラフグの声にしてほしいなって思いながら見てたんだよね。そこすごいね、いつもね毎日ね不満に思いながら見てたの。なんで口ちゃんと動かしてんだからトラフグの声じゃねえんだ、まあねえんだなんて、当時は子供ですからそんなあのいやお下品な言葉じゃなくてね、なんでトラフグの口が動いてんのにトラフグの声じゃないんだろうなぐらいのさ、そういう感じで思ってたわけですよ。ね、わかるんだよ、わかるんだけど、どうしてそういう風にちゃんとやらないのかな、要するに大人の皆さんがね、どうしてそういう風にきちんと作ってくれないのかなっていう思いなのよ、解説すると。だからそこまで細かく思わないけど、根底にあるのはそういう思いなんですよ。なんでそうトラフグが口を動かしてるのに歌手の人が喋ったまんまなんだろうみたいなね、そんな感じで見てました。そこすごい強烈に覚えてますね。
まあだから海賊王子はね、話の内容これもやっぱり小さかったから全然覚えてない一つもほとんど覚えてないんだけど、ただね、そのトラフグのねキャラクターが好きだったのを覚えてるんですよ。やっぱり悪役なんだけど、で海賊の漫画なんだけどギャグ調までいかないんだけど、ところどころでまあギャグっぽくなってる。最初の頃のねテレビ漫画ってみんなね、やっぱり本当に小さい子供でも見られるように作ってるから、いわゆる劇画みたいなもんじゃないんだよね。 きつい話とか一つもないわけだ。海賊のことを描いていてももうものすごい命の取り合いみたいな決闘とかそういうのはないわけよ。でだからまあ子供でも安心して見られてたし、でところどころまあ笑いどころみたいのがあったし、で悪役のトラフグもなんかずっこけたやつでね、愛嬌があってさ、だトラフグ出てきても全然怖いとかそういうんじゃなくて、むしろトラフグが好きだったからね、子供としてはそんな感じですよ。だそういうね、なんか覚えてはいないけど、なんかいい雰囲気だったな、いい雰囲気で見てたなっていうおぼろな記憶でね。でこれもやっぱりあんまりその後見ないから、白黒だからね、白黒番組だから、まあ今はあれかな、ソフトになってんのかな、でもそんなんかお金ないし、その分、自分の中のその思い出っつうかな、思い出効果というか、そういうものでなんかね、いいところだけが増幅されて残ってるみたいな感覚もあって、覚えてないなりにこのぐらいの順位には来ているという感じでございますね。